はい、それでは前回の続きその2を始めます。2番のカッコ1からです。今度はこの観察者と光源、この倍数1が屈折率 N1 ですね。倍数2が屈折率 N2 です。で、観察者と光源がこういう位置にあります。で、境界は今まではこういう 左に凸あるいは右に凸を考えましたが、平面になります。境界が平面だというわけですね。で、観察者から境界までの距離が L2、 で、光源から境界までの距離が L1 とします。で、2番ですが、式1においてというのは前回やりました。 R が非常に大きい場合は R の1が約、まあ、ほとんど0に近いと見なすことができる。で、括弧1番の問題ですが、光源から観察者までの距離を L1 プラス L2 ですねとするとき、観察者から見かけ上の光源、これは実際の光源の位置です。見かけの位置は、まあ、変わってくるわけですね。見かけ上の光源までの距離を L1、L2 を用いて表せという問題です。まず最初にこの式1というのは振り返ってみますと、前回やりましたこの左に凸の場合と境界がですね、境界が左に凸の場合と右に凸の場合があります。まあ、3通り考えられたわけですね。特に右に凸の場合はその光源がこの球面の中心よりも左にある場合、あれ光源がそのこの球面の中心よりも右にある場合についてやはり同じだったわけですね。これがここの左に凸の場合はここがプラスだと、こういう式です。式1はこうでした。で、ここがまあマイナスになるというわけですね。どちらもそうなります。ですからこの場合もこの平面ですが、この左、まあこれをこう垂直にやった場合ですね。ですからこのこういう場合と、あるいはこういう場合が考えられるわけですね。ですがこれがその R が非常に大きい場合は、例えば地球のように円弧が水平になるわけですね。 R が非常に大きい場合、まあ、R がまあほとんど無限に日常的な距離よりも大きい場合ですね、 R がまあ無限に行くことないんですが、まあ、R が非常に大きい場合はほとんど平面になるというわけですね。水平線、あるいは水平面が地球のようにまっすぐになりますね。そういうことを考えるわけですね。ですから R が非常に大きい場合は、ですからこういう場合もこういう場合もどちらもまずこの左にこちらの場合ですね、まずこちらの場合考えると N1 とこれが0になりますから、 N1 と X1 分の1だと、イコール N2 のここ X2 分の1だというわけですね。ですからこれはX1 分の N1 だと、イコール X2 分の N2 ですね。で、これからまずここの見かけの光源の位置はどうなるかというわけですね。ですからここが境界からこれで X1 に相当するわけですね。ですから X1 は何かというと L1 に相当するというわけですね。で、ここから見かけのまでの距離が、ここが見かけの光源ですね。ですから見かけのですから X2 をまず求めるというわけですね。これから X2 はこれとこれかけたら等しいですから、結局 X2 というものは N1 分のこれとこれかけたものになりますね。 N2X1 というものが L1 ですから、こうですね。ですから境界からここまでの距離、見かけまでの距離が X2 に相当しますから、求めたいのは観察者から見かけ上のここを加えられないといけないですね。見かけ上の光源までの距離がこれですから、これを加えよって、よってゆえに結局 L2 プラスのこれ足すこれですね、 N1 分の N2 の L1 だというわけですね。これが、まあ、1の場合の答えになります。で、まあ、この場合も、まあ、この R が無限になると水平線になりますから、まあ、2の場合も同じように考えると結局これが0ですから、マイナスとマイナスが消えて結局同じになりますね。マイナスとマイナスが消えてこれと同じになりますから、2の場合もこれになるというわけですね。これとなるわけです。ですから、答えはもうこれでいいわけですね。ここのこれでいいわけです。次は括弧2の問題です。質問2の括弧1、全問ですね。全問の状況で、
屈折率 LF の透明な板を境界の上に置くことで観察者から見かけ上の光源までの距離を L1 プラス L2 にすることができた。この時板の厚さ D を求めなさい。また NF と N1、N2 の代償関係を示す。N1、N2、NF は全て異なる値とするというわけですね。まあ、2つの問題があります。まず板の厚さを求めなさいというのと、その N、これは代償関係ですね。こういう2つの問題があります。で、ここで最初は今全問でやりましたが、見かけの光源はここからここから、あ、 N、まあ、ここですね、これだけこの距離にこの距離を足し、ここ L1 ですね、足したものだというわけですね。それだったわけですけれども、 L1 プラス L2 じゃなかったわけですね。しかしここで透明な板厚さ D のことによって L1 プラス L2 のここにちょうど光源があることになったわけですね。その時の板の厚さをどうかというわけです。ですから観察者から、観察者はあくまでも倍数2の中にいるわけですね。で、ここの透明なこのここの底の位置は観察者から見るとやはりそのこの倍数が違いますから、ここからここへ屈折しますから光、ですからこの距離は見かけのここの底の距離は違ってくるわけですね。これですから観察者から見るとこのここの距離と結局その見かけのここの厚さと結局そのここの光源の見かけの光源の位置を加えたものがこれとこれになるというわけですね。ですからまあ一方そのこことここですから、まずその見かけの光源の位置、この見かけのこの板の厚さですね、これはどうなるかというと、これは異なって見えるわけですね。観察者からこの倍数違いますから、ですからここの距離が、まあ、ここに光源があると考えて D の距離に光源があると考えたらこれと全く同じになるわけですね。ですから見かけの ここの厚さの底面はいくらになるかというと、ここにそのここに D を加えればいい、ここが NF ですね。ですからここの底面の距離を D' とすると、D' とするとこれは N1 がまあ NF に相当するわけですね。 NF 分のこれですね、 N2 だと。でここが X1 がここの距離、光源までの距離という考えてみるわけですね。こういうこれだけの見かけのここの厚さになるわけですね。ですからこの結局その L1 プラス L2 というのはこれは L2 引くこの実際の長さですね。ですから N2 引く D プラスと L2 引くプラス D とこれ D ダッシュですね、と見かけの光源までの距離を出したものが、つまりこれですね、 LF 分の N2 の D プラスとここの見かけのここからここからここ、あ、ここから見かけの光源までの距離は今さっきやったここが L1 になるわけですね。 N1 分の N2 の L1 だと、これが結局これとこれ、それから見かけのここの厚さ、それから境界から見かけの光源までの距離が L1 プラス L2 になるというわけですね。で、見かけの光源はここは L1 とやりましたが、じゃあこことここじゃないかと考えがちですね。しかしこことここ、これ平面ですからまっすぐ行きますから、しかもこのもしこういう全部この下に凸とか上に凸の場合になったら、まあ屈折しますけれども、まっすぐ行きます。そういうことと、もう一つはそのここの見かけは、ここはあくまでも観察者は倍数2のところにいますから、ここはしかもまっすぐ行きますから、ここからの距離、ここからの境界からの、ここから見たその見かけの光源の位置はやはりここが L1 になったところになるわけですね。境界からこの見かけの光源までの距離はここの N1 分の L1 ではなくて N1 分の N2 の L1 となるわけですね。で、ここの四角も見かけのこの底面の距離、ここからここまでの距離が D ダッシュ、つまりこうこうなるわけですね。ですからあくまでも観察者が倍数2にいるということからこういうことが生じるわけですね。ここは NF と N1 のここが、例えば N1 分のここの NF の L1 ではないわけですね。あくまでも、まあ、観察者が倍数2にいますから、
国と英国が N になるわけですね。というわけで、こういうそのこういう関係式が成り立って、L2 と L2 が消えますから、結局ここは D でくくると D でくくると NF 分の N2 のマイナス1、イクオール L2 が消えます。でこっちを L1 にすると L1 でいると1マイナスの N1 分の N2 だというわけですね。であとは D で D を求めたいですから、D を求めるからこれからこれは割ればいいわけですね。あとはもう計算になります。今さっきまっすぐ進むと言いましたが、ちょっと言い間違えました。ここはやはり教会においてはどうしてもこの光源からは四方八方にこう光がいってるわけですね。やはりここで教会でもって屈折して、またここの教会でもって屈折するわけですね。その屈折の結果、観察者から見るとその見かけの光源がここの位置ではなくて、あるいはこっちに行ったりこっちに行ったりするわけですね。でまあ、ここの観察者から見るとそのここの底の厚さはこのガラス板ここの部分ですね、ここの部分は磨きの位置が変わってくるわけですね。 D' になるというわけですね。これはで、ここの部分はそういうことになるし、ここの光源は観察者から見るとやはりその光源の位置が変わってくるわけですね。そのトータルしたものが結局こことここはまあ変わらないわけですね。 L-D とでここはまあ変わってくるわけですね。見かけの位置が、この底面の位置が変わってきますから、これが今さっき言ったこれに相当するわけですね。で、さらにここの光源位置がこの観察者から見るとここの距離ではなくて変わってくるわけですね。こういうふうになると、このトータルしたものが L1 プラス L2 なんだというわけで、今さっきやったこれとこれが消えて、結局これとこれとこれでこういう関係式になるわけですね。これと D でくぐるとこうなる。これを移行して L1 でくくると1引くこうなるって、でこれ NF 分の2したら N2 マイナス NF、 N1 分すると N1 マイナス N2 になります。でこれとこれとたすきがけですね、これとこれかけたものがこうなります。これとこれとこれをかけたものがこうなって、 D はこれを割ったものなんだというわけですね。ですから答えは、まあ厚さはここの厚さですね、板の厚さ、透明な板の厚さはこういうふうに、式がこうなるわけですね。でここで、NF と N1 と N2 の代償関係を示すというわけですが、これ D というのは正ですから、これが正でないと困る。 L1 はもちろん正ですね、それぞれは正ですから、これも正ですから、これが正で、ね、この部全体が正になるためには、これが正、これが正、あるいはこれが負、これが負という関係が二通り考えるわけですね。ですから2番はそのことを考えないといけないです。でこの2番ですけれども、今さっき言ったようにこれが正にならないといけませんから、これとこれが正と正ですね。ですからこれ N1 引く N2 が N1 が N2 より大、 N2 が NF より大ですから、結局 N1 が一番大きくて L1N2NF という順番になります。あるいはまたはこれが負と負というわけですね。負と負の場合も正になりますから、ですからこれが負の場合、これが負の場合ですね。ですから N1 が N2 よりも小さい、 N2 が NF よりも小さいですから、この場合は NF が一番大きくて NF、N2、N1 という順番になります。代償関係はですからこれとまたはこれというわけですね。ですから答えは2通りになるわけですね。まあこのその2で一番難しいところなんですけれども、ここの透明な板を置くことによって、見かけの光源がどうなるかというところですね。実際はその結局 L ここの長さとここの長さが見かけの光源も同じになったというわけはどういうことかというと、実際の光源の位置は L1 ですね。実際の透明な板の厚さは D ですから、 L1 と D というこの加えたものが見かけのこの底面までの距離と見かけの光源までの距離を足したものに等しいというわけですね。ですからこれと L2 と L2 が消えて L1とこの D ですね、 L1 プラス D がこの見かけの底面までの距離と見かけの光源までの距離に等しいというわけですね。まあそういう捉え直しにしてもしてもまあできるわけですけれども、まあこういう関係式ができるというわけですね。まあ2番で難しいという点はまあここにあると思います。